パトリック・ダニエル・ティルマンは、カリフォルニア州フリーモント出身のアメリカンフットボール選手。NFL のアリゾナカージナルスに在籍していたが2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに2002年5月、アメリカ陸軍に志願し、レンジャー部隊に入隊した。アフガニスタンに派遣された。彼は2004年4月22日、友軍の誤射で死亡した。当初彼の亡くなった経緯は隠され、テロとの戦争における英雄扱いがなされた。現役 NFL 選手が戦死したのは1970年にバッファロービルズのボブ・カルスがベトナム戦争で亡くなって以来のことで史上2人目。カリフォルニア州フリーモントに生まれた。彼は1994年にアリゾナ州立大学に進学し、ラインバッカーとしてプレーした。ラインバッカーとしては1メートル80センチメートルと背が低かったにもかかわらず彼は活躍を見せて4年時にはパシフィック10カンファレンスの最優秀守備選手に選ばれた。マーケティングを専攻した学業でも彼は成績優秀で GPA3.84 で3年半で卒業を果たした。1998年の NFL ドラフトで7巡目でアリゾナカージナルスに指名されて入団した。プロ入り後彼はセーフティにコンバートされ1年目には10試合で先発出場した。その後セントルイスラムズから5年間で900万ドルのオファーがあったが彼はカージナルスを離れなかった。2000年に155タックル、1.5 サック、2ファンブルフォース、2ファンブルリカバー、9パスブロック、1インターセプトの成績を上げた。この年、スポーツイラストレーテッドのライター、ポール・ジマーマンは彼をオールプロに選んだ。2001年までの4年間で彼は238、タックル、2.5 サック、3インターセプト、3ファンブルフォース、3ファンブルリカバーの成績を残した。またオフェンスでも1回ランプレーを行い4ヤード獲得、キックオフリターンも3回行った。アメリカ同時多発テロ事件の8ヶ月後、2002年5月、彼はそれまで1年あたり51万2000ドルの契約から3年間で360万ドル以上のオファーを受けていたが、アメリカ陸軍に入隊することを決意した。彼は弟のケビンと共に入隊し、訓練を受けた後、第75レンジャー連隊に配属されて、2003年のイラク戦争に参加した。その後アフガニスタンに派遣されていた。彼は2004年4月22日にパトロール中、友軍の誤射で亡くなった。当初彼の死について軍は、パキスタン国境付近の幅の狭い峡谷付近で、武装勢力により、頭部を撃たれて殺害されたと発表していた。彼の葬儀は全米に向けて放送された。死後5週間経過するまで彼が誤射により亡くなった事実は遺族に伏せられた。2007年4月に行われた政府改革委員会の公聴会では、アブグレーブ刑務所での捕虜虐待などの不祥事に続き事実が明らかにされた場合に、イラク戦争やアフガニスタンでの軍の活動への支持低下を懸念したのではないかということが、弟のケビンから指摘された。彼の死の際には、義務付けられている検視解剖も行われず身につけていた装備品などがすぐさま処分されていたことも明るみに出た。また2007年8月に行われた公聴会では、ドナルド・ラムズフェルド元国防長官はペンタゴンが事実の隠蔽工作を行った疑いを否定した。マイク・オカラガン、パット・ティルマンメモリアル・ブリッジ・フーバーダムの周囲にあるバイパスに架かる橋に彼の名前が付けられることとなった。2004年9月19日に行われた NFL の全試合で各チームの選手はヘルメットに彼を記念したステッカーをつけてプレーした。NHL、フェニックスコヨーテズのマイク・リッチは、背番号をティルマンがつけていた40番に変更した。カージナルスでの背番号40、アリゾナ州立大学時代の背番号42は、共に永久欠番となった。NFL は25万ドルを出して、米国慰問協会を設立することを決定。2005年4月1日に、最初のUSOセンターがアフガニスタンのバグラム空軍基地に完成した。ありがとうございます。